間違えた。こんちは、強化学習系 VTuber の、ボウです。私は今、立っていますか？立っていますよね。でも、そうじゃないんです。立ち続けたいんですよ。今はたまたま棒立ちのポーズで、がっちり関節を固定されているから、立っているように見えるけど、これだと、フィギュアを置いているのと同じですね。質量 5kg の球が飛んでくるだけで倒れてしまいます。これでは面白くないし、人間らしさもなく、足場の悪い場所に立つなど、応用も効きません。そこで登場するのが、強化学習ですね。私のチャンネルでは、お馴染みになりつつあります。ということで今回は、強化学習を使って、立ち続けようとする、私を作ってみたいと思います。今回の学習は、一度に関節をたくさん動かし、それなりにフレームレートも確保したいので、3人だけの少人数で学習を進めます。さて、どうやって立ち続けることを学ぶのか、おととい思いつきました。それはすなわち、地面に接している両足の範囲内上に、体の重心があるということですね。物が立つためには、支えている面の鉛直線上に重心がある必要があります。重心がはみ出ると、倒れます。支えている面の鉛直線上にあれば、少しずれていても倒れません。つまり、支えている足と足の間に、体の重心があれば良いですね。なので、体全体の重心か、両足の重心の鉛直線上に近ければ近いほど報酬を与えるようにしました。私は、たくさん報酬をもらうため、できるだけ体の重心を足の上に持ってこようとします。その結果、立ちます。さらに、しゃがんだ状態で耐えることを防ぐため、重心が上の方にあるほど報酬を与えました。その他、細かい筋力設定など、いろいろ済ませ、学習を続けていくと。とりあえず少し頑張り始めました。面白い。転びそうな時、最後に踏ん張る姿が、ちょっと人間っぽいですね。でもまだまだダメです。ボールを耐えることもできません。そして、こんな状態からさらに、10時間ほど経つ練習をしました。その間工事は寝てました。そして、とりあえず、今回の最終形態がこちら。どうでしょうか？まるでマシンガン食らってる、あるいは電撃で痙攣しているようですね。電撃食らい続けてるようにすか。ゲラゲラ、学習する棒というよりも、アナグル棒なのでは？ワロワロ。すごいです。立てるようになりました。もちろんボールも耐えれます。耐えられます。学習するときに何度も倒れているので、ボールで倒れそうになっても、瞬時に体勢を整えることができます。ただ今回は、周りの環境を一切認識していないので、ボールを避けたり、身構えたりなどはできません。そして、足場が悪い場所も、学習時とは違うので、対応が難しいです。足裏にセンサーをつけたり、学習時に定期的に足場を入れ替えたりすることで、もっと汎用的な人工知能棒、私ができるかもしれません。立ち続けるだけでも、いろいろ試すことがありそうで、面白いです。昔やっていた工事の歩行学習のように、私の立ち学習も定期的にやっていこうかな。それから、転んだ状態から立ち上がる学習もやれば、転んでも立ち上がることができて、すごそうな気がします。さらにまた歩く学習をしたりと、いろいろな動作を覚えていきたいですね。難しいけど夢は大きく。強化学習の動画を最近よく作っていて、知見や技術力も多少は上がってきていると思います。鬼ごっこの続きとかも必ず、またやるので気長に待っていてください。
ということで、最後まで見てくれて、本当にありがとうございます。では次回の動画まで、バイバイ。